皆さんこんにちは、永見小太郎でございます。もう今年で98になりまして、大正11年生まれでございますので、もう私と同年の人はもう大半が戦死しまして、ちょうどね、私らはちょうど大正生まれの頃が大正、それが二十歳になったのは確か昭和6年だと思うんですが、その時に満州事変が始まりまして、しかも私は昭和17年の徴兵検査ですが、その時二十歳になりまして、ちょうどその時に米英と真珠湾攻撃がありまして、で戦争が始まったわけであります。本来ならば私は兵士になるはずだったんですけども、第三うつ手ができまして、で私は第三うつ手になって、補充兵として昭和19年の3月に召集令が来まして、で大阪の堺の中部第31部隊へ入隊いたしました。その中部31部隊というのは徴兵連隊でございまして、馬がいっぱいおりまして、で一中隊というのは荷車を馬に引かせて、だから兵隊は馬に乗って、だから長馬というのがありましてね、長い長靴履いてるんです。でそれが普通は長馬というのは下士官にならないと履けないんですけども、現役で入った人は長馬履いてました。だから我々補充兵はゲートル馬いて、で馬の手綱を持って、そして、食料とか弾薬を運ぶ兵隊でありました。で従いまして、馬がたくさんおりまして、馬屋がありましてね、まあその馬の世話というのは大変でしてね。で馬は当時はトラックというのはまだあんまりございませんでして、で運搬は人間が車を引っ張るとか、あるいは馬が荷車を引っ張るとかしてた。でそういう馬はダバと言いましてね、足が短くて足が太いんですね。でそういう馬の挑発をして連れてきてます。よく兵隊にお前ら一戦越えてやるけど、ほな馬はなかなか手に入らんから、絶対に、馬を傷つけたりするなということをやかましくありましてね。まあその馬の世話っていうのは大変でしてね。ところが、ある日のことを馬の水飲みは水をつけたたいて、私は何かもないこと言ってますけど、晩年毒ガスになりまして港を離れて、私だけが毒ガスのいわゆる訓練場へ行きまして、そして、普通は3ヶ月の訓練なんですけども、1ヶ月ちょっとで、これから戦場行くから我が家をしんどけて帰ったんですけども、来ませんでしてね。それはなぜ来なかったかというのは、やっぱりみんなと訓練を受けてないから、だから名簿から外れたと思うんですね。だから一緒に入った人はみんなフィリピンへ行く途中で、知られて宮城戦死しました。そんなことで私は運が良くて、今日までこの栄えた日本の姿を見ることができまして、そういう点では家宝物は喜んでおります。で先ほど申し上げましたようにね、日本国憲法で三大義務というのは国民に、与えられておりまして、一つは教育を受けるということと、
それから納税と兵役の義務っていうのが、それが三大義務で、それで満20歳になると懲役検査っていうのを受けなければならない。それで、当時はもう20歳になったら1年前と、それまではタバコもダメやし何もかもダメって言うてましたけど、20歳になったら大人扱いで、だからいろいろ仕事行っても、工場へ勤めても会社へ勤めても、もう20歳になると大人扱いしてくれて、給料もアップなるし賃金もアップなるし、でもう大人扱い、それが今成人式に変わってるわけですね。そんなことで、私の家はもう軍人の町で、歩兵第8連隊とか37連隊、騎兵第4連隊とか陸軍もちょうどそこに家がありましてね。だから兵隊見ておりまして、もう兵隊行くのが恐ろしいと恐ろしいで、もうだから恐ろしいから、ちょっとでもと思って夜青年訓練所行きましてね、昼働いて、もうババって6時半ぐらいには小学校へ行って、そこでいろいろ教練習ってましてね。そして19年の3月に私は京都高等三種学校っていうのが一番入りやすそうやったんで、それでそこを願書を出して勉強してたんですよ。それが大阪で食い物がないし、親戚のいわゆる伊予土井というところなんですけど、英明県と伊予土井まで行って、それでこたつしてもらって入って勉強してたら、どうだんだって言って、軍の公用すぐ帰れっていうのが電報が来まして、で飛んで帰って、で堺と31部隊入ったわけですよ。そして先ほど申し上げたように馬がおりまして、一番最後まで顔を突っ込んでた後で、ガス毒気号へ目指してくれて、で毒ガスへだった。で毒ガスっていうのは催涙性ガスとか窒息性ガスとかいうのをまず実感させられて、それから防毒面つけてダッ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 と走ってね、なんか仁徳天皇の御陵が近くある前を毎日走って、ずーっと遠いところで走るんですわ。ところがね、戦場から帰ってきた軍曹の人が、まあ、面白い人で、まあいいことを楽させてくれはって、で英文出る時は防毒面つけて走って、クタクタなって出て、帰る時はまた手前で防毒面つけてクタクタって入って、その中間はもう出たれ言うてね、中村の競技場があったんです。そこ入って昼寝したりして楽させてくれましたけど、それそんなことでね、その小隊長赤坂少尉殿が先ほど言いましたし、なんと鉄道局の廊下でばったり出ようて、でお前ら全部戦死だろって言ってね、聞けばいい。でそれで私一つ命救われて、ほんま22歳で死んでるとこなんですよ。それは最後までやったのがやっぱり分かれ道やったんですね。それから今度は6月7日に京橋で爆弾が落ちてきましてね、国道1号線があってちょっと広っぱがあって、そこのガード下に立ってたら、そしたら爆弾が落ちてきて、そこら中がボイシーよりて降ってきましたね。そして入った将尉が動いたら切るのが中止、ほんでまあそれが不発弾やって、ほいでまだ助かったわけですね、2回目ね。こんなことで命拾いしてきまして、14日の日ですわ、もうねもう逃げようったんですよ。もう誰も来たれへんし、こんなとこでな防ぎようもないし思って、
だからね、戦争負けた時はもうやっぱりね、終わってよかったっていうような気分でしたね、皆。戦争負けでえらいこっちゃと一瞬思いましたけどね。戦争終わって75年間平和が続いておりますが、よくこれだけ平和が続くな。今の人はもうこれに慣れてしまって、まあそれがありがたいことですから、いつまでも続いていただきたいと思いますね。だから教員になってからも私はもうそれが忘れられんので、ほ で随分生徒のためにはかぼってきたつもりであります。まあ防空壕で死んでる人、幼い子が死んでる姿を見てかわいそうでしたね。まあしかし今はどういう形になるのか知りませんけど、よほどやっぱりしっかりして国を守らなあかんなと思うよ。安心はしてられませんけどね。しかし私は子供や孫のためにね、もう絶対にそういうことならん。まあ政府にも我々もそういうふうになんとか守っていかないいかんなと思ってます。以上です。私そごう百貨店に昭和15年2月から勤めてましてね、そしたら17年に戦争 16年12月8日で17年になったらね、毎日のように徴用令が来るんです。召集令状が。ほんでみんな兵隊に来はん。その時ね、感想する、送るわけで、店終わってから。で私はそごう入った時にね、今のグラバンですね、楽隊入ってくれ言われて、で伴奏やってたんです。ほいでその召集令で送る時で毎日演奏やってた。でその演奏やってるのは軍艦マーチとか愛国行進曲とかね、まあ、こういうのもやってる。でその中で今の朝ドラの小関裕司さんが作曲した「暁に宣ぐ」ってあれが一番ね、やっぱりしんみりと送る一番ええ歌でした。それちょっとやらせてもらう。ダラン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 ダ
国まで届く
か、ラッパパッ。大丈夫です。僕らね、子供の時からね、文化ばっかりです。小さい4ついてる時から、もう他の歌はなくてね、よう兄貴と一緒に歌ってましたわ、大きにありがとうね、